はい、皆様お元気でいらっしゃいますか？今回は私、小原村、これは古い名称で、今は豊田市小原町になっていますね、に行って、端午踊ってみましたことよ。これが四季桜ですね。今、12月の半ばだというのに、桜咲いてますのよ。かわいいじゃありませんか。これはまあ、四季桜公園たくさんあるんですけどね、その一角のなんか寂しい、公園の、その一つのね、寂しい公園の中の、これ滑り台、遊園地の遊具ですけれどもね、なかなか不気味でかっこいいじゃない？それで、その前でね、踊ってみました。これが、その公園のとこあたりですね、もう誰もいません、ひっそりとしてね、すごく、いいところですよ。ね、これまた今踊ったとこね、映っています。四季桜、小原村四季桜公園です。静かですね。静かですね。It's quiet, isn't it? It's very quiet, isn't it? Wonderful place. Pretty beautiful place. ようこそ、先生、ティーチャーようこ。はい、ここはね、特に意味はないんですけども、素敵なところ勝手に紹介ということで、卵村というね、近くにある、四季桜公園からね、ちょっと名古屋に戻るところで5分ぐらい走ったところにあるんですけど、かわいいウサギさんがいましたので、卵村ね、宣伝させていただきます。一度行かれるといいですよ。すごい新鮮なお野菜もね、たくさんあって、とっても楽しいです。ウサちゃん、いろいろいますね、こうやって仲間でね。かわいいですね、うさちゃん。とってもかわいいですね。お食事ね、これは菜っぱ白菜かなんかをね、お白菜かなんかを食べて、いらっしゃるとこですわよ。でもね、うさぎちゃんもね、いろいろあってですね、こうやってですね、私のように孤独にね、孤独にこの一人、ポツンとね、一匹ポツンと、いや、これかわいいですね、置物みたいですけど、これ、こちらをね、ちょっと見てるんですのよ。そういうウサちゃんもいてね、楽しいじゃない？ね、かわいいでしょう。これはね、これももふもふな感じですね。ウサちゃん寒くないのかしらね。だって裸ですものね、コートとかお洋服着ないのかしら。そんなこんなでね、寒い一日でしたわよ。